Hey guys and girls, welcome back to some Captain Tsubasa, where we left off. We were heading into the match with Argentina. Let's do this, I'm ready. Hopefully we'll be able to win this a little bit easier than the last team we fought. Roberto, 久しぶりじゃないか。君もアメリカに来ていたなんてな。お久しぶりです、バルバス監督。今日の試合、楽しみにしていますよ。日系人の君には悪いが、今日の試合も間違いなく勝たせてもらうよ。すごい自信ですね。天才ディアスがいる限り負けるわけがないといったところですか。まあな。しかし、日本を大空翼を甘く見ない方がいいですよ。大空翼、日本の10番か。ええ、彼は私の教え子で、何より逆境に強い男です。そして翼もディアスと同じくサッカーの天才です。もし日本が負けるとしても楽な試合展開にはならないですよ。ロベルト、じゃあ私はスタンドで見させてもらいます。ああ、それじゃ。監督、今のは誰です？ロベルト本郷、元ブラジル代表の選手で私の友人さ。彼は日系人でね、今日の試合、彼の教え子である日本の10番に注意するようにと忠告されたよ。日本の10番？ああ、あの南米スタイルはそれでだったのか。おっと、そろそろスタジアムに入らないとな。行こう。よし、みんな聞け。今日から決勝トーナメントに入る。相手も予選以上に気合を入れて試合に臨んでくるだろう。だがそれは我々ももちろん同じだ。挑戦者としての気迫を忘れるな。はい。ではミーティングに入る。今日の相手アルゼンチンは、一言で言えばファンディアスのチームだ。彼が中盤を支配し、味方にパスを配しながら自ら攻め上がり得点を重ねていく。他の選手は皆ディアスのために動いていると言ってもいい。つまりディアスを抑えることがアルゼンチンを抑えることになるんだけど、もちろんそれは簡単じゃない。特に彼のドリブルやアクロバティックなプレイは脅威だ。たとえ複数の選手をマークにつけても突破されてしまうかもしれない。それほどのレベルにある。ディアスはチームの絶対エースだから、こちらもエースを持って対抗する。翼。はい。君が中盤を抑えればディアスは動きを封じられ、アルゼンチンの力も大きく減少する。この試合託したぞ翼。はい。ミサキ、翼のフォローは君だ。頼むぞ。はい。俺はこの3年間ロベルトが残してくれたノートをもとに南米式のサッカーの技術や哲学を身につけてきた。今日の相手ファンディアス、南米ナンバーワンとも言われているミッドフィルダー。俺のサッカーは本物の南米のミッドフィルダーに通用するんだろうか。みんな、決勝トーナメントが始まる今日からが我々の大会の本番だ。相手の日本は予選でイタリアやオランダといったヨーロッパの強豪を倒してきている。今一番勢いに乗っているチームかもしれん。だが恐れることはない。ディアスが中盤を抑え、皆がそれをフォローする。いつも通りの戦いをすれば問題ない。予選リーグ最終戦、我々が宿敵ブラジルと引き分け得失点差でリーグ2位となったのは、こちらのトーナメントの山に来てより確実に決勝に進むためだ。だからこそ必ず決勝まで勝ち上がり、
今度こそブラジルを倒し世界一を勝ち取るぞ。はい。ディアス、調子はどうだ？前の一試合休ませてもらったからな。もちろん絶好調さ。もう早くボールを蹴りたくて仕方ないんだ。今日は初っ端から飛ばしていくぜ。今日も頼むぞティアス。任せとけって。貧しかった俺たちがストリートで鍛えたコンビプレイ、日本の奴らに見せてやろうぜ。あ、俺とパスカルがいればアルゼンチンは無敵さ。ジュニアユースワールドチャレンジ、いよいよ決勝トーナメントの戦いが始まります。その初戦は日本対アルゼンチン。アルゼンチンの主役はもちろん、予選リーグで大活躍だったアルゼンチンの至宝ファン・ディアス君。技術と速さを兼ね備えたドリブルや体操選手をもしのぐアクロバット能力から繰り出される才能あふれるプレーは他の追随を許しません。今日の試合、日本が勝利するには10年に1人の逸材と言われるディアス君をどう抑えるかがポイントになるでしょう。その役目を担うのはやはりこの人、日本の生んだ天才、大空翼君でしょうか。サッカーの天才対天才、そして同じミッドフィルダーでチームのキャプテンでもある2人の激突が間もなく見られます。日本の10番、お前のロベルト本郷仕込みの南米スタイルの技との対決、楽しみにしてるぜ。ロベルト本郷。ロベルトを知っているのか君は。ロベルトを、うちのバルバス監督はロベルト本郷と友人なんだ。今日も試合前2人で話してたぜ。今日も。ああ、スタンドでこの試合を見てるってよ。この試合を。ほれ、もう試合が始まるぜ。どうしたの翼くん。ロベルトがこのスタンドのどこかにいるらしいんだ。え、